こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日は日本は地獄かということでね、えー、現在の日本の問題、それと日本人には輸出で稼ぐスキルが必要だと。ね、年金問題とかインフレ問題、不景気の長期化、まあ、そういったのに対抗するというか、まあ、そういった状況の中で、まあ、日本人が人並みの生活を送ろうと思ったら、今のうちに輸出ビジネスのスキルをつける必要があると。 いうお話です1億総活躍時代の実現と1億総活躍社会の実現働き方改革の実現に向けて少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少子育て介護等と白仕事の両立情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ在宅ワーク副業兼業 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消というね、え、なんかよくわかるんだかわかんないんだか、え、いうことで一億総活躍社会の実現と言い始めましたけど、平たく言うと、ね、もう国に頼らず自分でなんとか稼げと、ね、で、今普通に本業の給料だけで暮らしてる人は、まあ、老後暮らしていけなくなる可能性が高いから、 えー、一生死ぬまで働けるスキルを身につける。あるいは死ぬまで働いてなさい。病況をすることもままならない。というようなことです、まあ。日本人に待っている厳しい未来。でねえー、先週、えー、話題になったのが、人生100年備えは万全というふうにね、この朝日新聞に出てましたけど、これは金融庁が、ねまあ、国が年金だけじゃ人並みの生活を送ることは無理ですと。と 貯蓄をしなさいと投資をしなさいというふうにね、まあ、開き直り始めましたでざっくり言って平均所得が、ね、今415万円なんですけど415万円だとね、えー、蓄えしてる余裕がないとでざっくり必要だという、ねえー、金額稼ぐ稼ぐというか、えー、貯めるためにはインフレがなかったとして、えー、平均の3倍約1245万ぐらい ね、1200万以上の所得が必要であるということになります。まあ、そんなに稼げますかって話ですよね。まあ、そんなに稼げないんで、もう貯めるってのはもう諦めるしかないと。ね、あの、十分な金額を貯めることはもう不可能です。そうなると、ね、物価の安い日本、給料の安い日本、えー、日本限定で考えていたら、もうとても老後人並みの生活は送れない。 老後どころか、10年後にかなり厳しい生活になる可能性が高いと。そうなってくると、景気のいい海外に安い商品を輸出する輸出ビジネスを始める必要がある。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば、日本は天国。輸出ビジネスで稼ぐスキルがないと、日本は地獄です。私のブログや YouTube 動画で言ってること。物価の安い日本で仕入れた商品を物価の高いオーストラリアに輸出すれば稼げると。 これどういうことかというと、日本とオーストラリアの比較。日本の問題、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少と。そしてオーストラリアが景気がいいわけは、生産年齢人口が増加しているためです。それと子育て、介護等と仕事の両立。日本の問題、仕事優先、子供の学校や親の介護を仕事より優先するのはけしからんというのが日本社会です。一方オーストラリアの場合、子供は国の宝だと。 仕事より子育てが優先するのは当たり前。介護を必要とする状態で生きている人が少ないというね。ちょうど日本とオーストラリアはこの問題とメリット、裏返しになっています。非正規雇用労働者と非正規雇,非正規雇用労働者の間の不合理な、えー、待遇差の解消と。そもそもこの非正規雇用労働者という名の奴隷制度はオーストラリアにはないです。働く人はすべて国や政府、労働組合により 最低賃金の保障や無理な労働の禁止の権利が守られています。私は日本の国の制度がおかしいとか、こうあるべきとか、そういうことを言うつもりはないです。ただ、輸出ビジネスでスキル稼ぐスキルがあれば、日本は天国。輸出ビジネスで稼ぐスキルがないと、日本は地獄。まあ、これを伝えて共感した人に輸出ビジネスを教えたいというふうにね、思っています。まあ、日本の厳しい状態。 ね、世界幸福度ランキング2019年版。日本は58位と。ね、もう年々順位を落としてって、今やね、58位。もうかなり先進国中最低ランクの順位です。一方、オーストラリアは、えー、11位と、ねで。日本は地獄か。世界幸福度ランキングの順位を毎年下げ続けている日本。社会支援や他社への寛容さで数値が低いと。 これ社,会社会支援っていうのは、えー、病院とか保育所、学校、年金なんかですね。まあ、年金、病院は、えー、まあ、病院はね、ありますけど、まあ、金額的には社会保障制度ね、かなり無理がありますから、もっと負担は高くなる。ねえー、保育所足りない。ね、学校教育、えー、なっていない。年金も当てにならないと。ねえー、かなり数値悪いです。それと、他社への関与者。もけしからん方の蔓延と。 満員電車にベビーカーで乗るのはけしからんと。住宅街に保育士や子供が集まる施設を作るのはけしからん。運動会で騒音を立てるのはけしからんと。ね、漫画の世界かと思うぐらい凄まじい、えー、寛容さの欠如。資本主義の世の中、金を稼げないと幸福度が下がるようにできています。幸福度上位の国は平たく言うと楽して稼げる国、あるいは楽に暮らしていける国。 日本でも稼ぎを増やせば幸福度を上げることはできます。社会支援。病院。ね、病院を健康に気遣って病院に行かない生活を送ればいいと。ここはお金を使わなくて解決可能。保育所。ね、専業主婦、あるいは専業主婦、または、えー、自宅でできる仕事で稼げば保育所に行く必要はないと。学校。稼ぎが良ければ世界中に意図をられている学校はいくらでもあります。ね、お金があれば、 日本に限らず、世界中の学校からいい学校を選べると。年金。まあ年金はもうもらえない前提で自力で稼ぐ力をつければいいと。もう最近ね、年金はもらえない前提というのが、まあ、えー、冷静に物事を見つめられる人の認識になってます、ね。国も開き直り始めてますしね。それから他者への寛容さ。消しからん方の蔓延。 貧しさが人から寛容さを奪う、貧しい地域に住まなければいいと。満員電車にベビーカーで乗るのはけしからんと。電車はやめてハイやタクシーを使った方がいい。住宅地に保育士や子供が集まる施設を作るのはけしからんと。運動会でそんを建てるのはけしからん。まあ、子育ては子供がすくすく育てる国で行った方がいいです。しかし、言うは安,し言うは安く、行うはしと。 そこでアマゾンオーストラリアを使った輸出ビジネスが解決策です。日本は地獄。世界一厳しい消費者。日本はビジネスをするには厳しい環境。そして今後も日本人は世界一厳しい消費者でい続ける。そして購買力は小さくなっていく。しかし視点を変えて日本は輸出する商品を仕入れる場所として考えると、日本は天国。日本へに頼った貯蓄、貯蓄、崩壊確実の年金。 先細り必須の企業でのサラリーマン生活を送るなら日本は地獄。景気のいい国、オーストラリアに輸出して外貨を稼げるスキルを身につければ日本は天国と。まあ日本で商売をするのがどんだけ無理があるかという一例でね、えー、このインターネットで販売するの、メルカリというのが日本にありますけど、このメルカリ、ねえー、すごいです。メルカリで、えー、販売してたら、ね、不良在庫が、えー 500万円膨らがったと。メルカリと日本アマゾンで販売してたら不良在庫500万に膨れ上がった。それは売れないところで在庫を増やしたら不良在庫になりますよね。で、どれぐらい売れないすごい環境かというと、えー、値下げ交渉、メルカリの値下げ交渉というのがものすごい、ね。6枚の家電、6枚の家電を3分の1の2枚にしてくださいと。 アラブの国見たは初めからぼったくり価格を出していれば、まあそういう交渉もありかもしれませんけど、通常日本人はね、えー、売りたい価格、まあちょっと高めの人はいるけど、基本的に売りたい価格で出すと。それなのに、ね、えー、2万円にしてください。3分の1にしてくださいということですよね。で、そこまでは無理ですと言ったらね、え、それは困りますと。予算は1万5千円だけど2万円まで頑張って出すと言ってるんです。いや、そんな下げられません。申し訳ありません。他で探してくださいと。 そして購入希望者、お願いしてるのになんでダメです、ダメ,ダメなんですかって、ね、こっちはお願いしてるんだろう、安くるのが当たり前だというような認識があるのは日本人。それから、ね、これメルカリで出してたら、アマゾンだといくらなんですけど、なんでアマゾンより高いんですかと、ね。みんな最低で売る必要があると、ね。高く売るのはけしからんというのが日本の認識。さらにすごいのはね、5万円で販売された iPhone。ね 大事に使うから、ただでくださいと。しつこく交渉してたと。まあ、一番安いのは、ただでしょうからね。もうただでよこせと言ってる感じです。そして、そんなメルカリ、あるいはね、日本のアマゾン。もう日本のアマゾンね、本部から見切られたのかって感じでね、すごいもう無法地帯とかしてます。これ、どっかのバチモンね、 バレバレにわかるようなものがもう普通に売ってる。こんな状態になっちゃいました。なんでこの日本市場で稼げると思ったのか理解に苦しみます。まあ、だから500万も不良在庫を作ることができたんでしょうけどね。で、不良在庫を作るだけならまだしも、メルカリで商売すると逮捕されます。メルカリアカウントを販売して逮捕された人がいます。日本では転売は違法です。メルカリも転売を容認しません。 これ定期的にね、メルカリの口座、えー、販売してね、逮捕者とか出てるのに、なぜか毎年毎年逮捕者出ると、ね。メルカリじゃ稼げません。それなのに逮捕のリスクがあると。割に合わないリスクを楽しむ、まあ、特殊な趣味の人が日本人にはたくさんいるのでしょうか。リスクなく稼げた方がいいに決まってます。そう思うなら、ノーリスクで稼げるオーストラリアアマゾン室をお勧めします。 まずは無料メールセミナーに登録してください。さらに今、サポート会も募集しています。日本では転売は違法です。まあ、本当は法律的には手法、適法です。でも日本にはけしからん法という法律が存在します。歩道を自転車で走るのは違法です。しかし、みんな歩道を走るので、自転車が車道を走るのはけしからんということになります。 自転車が車道を走るとクラクションを鳴らされたり、幅寄せされたり、引かれたりします。また、エスカレーターは片側を開けずに両側びっしり立って歩かないのが正しい乗り方です。しかしみんな急いでる人のために片側を開けるものだと思っています。片側を開けないと睨まれたり、怒鳴られたり、突き飛ばされます。また、車道の右折レーンや合流レーンにゼブラゾーンというものがあります。 これは合流や右折を知らせる印なので走行しても全く問題ないです。これはゼブラのですね。しかし、ゼブラゾーンは走行禁止だと思っている人が大部分です。ゼブラゾーンを走るとクラクションを慣れされたり、幅寄せされたり、喧嘩になったり、事故になったりします。正しいことが好きな日本人ですが、実は正しさの基準が独特です。正しいことを決めるのは多数決、プラス声の大きい人優先でゴニョッと 決まって、決まったことは守らないと袋だだけに合います。こうした基準で考えると、日本国内での転売は完全に違法です。日本アマゾンで多発しているすり替え詐欺。犯罪者を成敗する正義の味方気取りでやっている人もいることでしょう。日本で転売をするのは全く割に合いません。日本は仕入れをする場所だと割り切って、オーストラリアに輸出することをお勧めします。また日本のひどさ。 CD を買った瞬間に演奏者の目の前で踏みつけて悪いひどい若者と。これを見たとき、もう日本の消しからんも行き着くところまで行き着いたと思いました。転売は違法か。日本は転売、日本では転売は違法かもしれない。消しからんと思う人が多い以上、法,法的に問題がなくても、転売屋を成敗するのは問題ないと思う人がいるのは間違いないです。まあ、これはね、ニンテンドースイッチ。 もう転売屋へのクレームが、えー、この評価のところに出てます、ね。転売屋から買うのやめましょうと。ね、なんでそアマゾンはそんなのをね、のさばらしとくんだと。また、ね、もうこのすり替え詐欺なんかもね、あ、えー、ってますっていう詐欺、えー、出てますけど、まあ、それはね、えー、けしからないやつを壊しめてやろうということでね、すり替えをしてる人もいます。 品薄な商品だけど、高いプレミア付き価格なら買えるなら買いたいという人がいる。これを消しからん、成敗してやる。そして嫌がらせにあうと。この確率は日本が断トツに高いです。日本で、日本アマゾンで転売をするのはおすすめできません。また、日本アマゾンで転売、日本で転売するのを、えー、おすすめできない理由、まあ、転売というか販売ですよね。もう日本人は間違いを許しません。 うるさ型の相手をするのは副業で取り組む日本人には荷が重いです。日本人相手の商売はストレス満点。客なんだから神様扱いしろというのが日本人。出品者のミスは絶対に許さないです。これ、これドンペリニオン、ねえー。美味しいお酒ですけど、なぜか評価が低いと、ね。どうしたことかと思ったらね、もう違う商品が届いてその対応が悪いという怒りのコメントが載ってました。 え、これ間違いはね、え、人間がやってることなんで当然あるんですけど、まあ、間違いがあっちゃいけないと。どんな迷惑かけてんだと。間違いがあった場合にはね、もうあの、採算も予定も度外視してね、責任取れというようなね、モンスタークレーマーにすぐなるのが、え、日本人の消費者です。そんなわけで、日本アマゾンで商品を販売する際の注意点は、返品や破棄ロスを考えて利益率は高めにしましょう。 日本アマゾンで販売するのはおすすめではないです。なぜなら、日本の購入者はとても厳しい。日本の厳しい品質要求と価格要求に応えて儲かる商品を見つけるのは難易度が高いです。発送が少しでも遅れたり、輸送箱に傷がついただけでも返品される可能性がある。日本人は完璧な商品を安く買うのが当たり前と思っていると。まあ、これは出品者にはとても厳しいです。また、 金を払わない客と。金を払わないならそもそも客なのかという気がするんですけど、まあ、日本人の3人に1人は注文したいメニューがない喫茶店では注文しなくても構わないと考えてると。そのエピソードをね、紹介してアンケートを取ったら3人に1人がカフェで注文しないのはありと。お店の雰囲気だけを楽しめたい人もいる。注文したものが 注文したいものがないなら仕方ないと擁護する意見が紹介されるとデラックスマツコですねデラックスマツコは回答者を早く連れてこいと激怒と、ね、続けてもう終わりだこの国と嘆くと有吉も店が潰れてもいいんだよとそういう奴らなんだよと呆れ返っていたこんな国で商売やって稼げるはずがないと、ね、以下の2つは日本市場が厳しいねと実感した私の実,実体験です 一つは、ちょっと角が折れた2万円ほどの本を気に入らなければお代は結構ですと言って販売したら、まあ、本当に払わなかった。た、ね、だでもらってすい,すいませんというメールが来ました。二つ目は、うどん屋に入って、ね、うどんがまずければ代金を払わないのは当たり前だと考えている上場企業の社長に会ったことがあります。これは不動産の仕事をしたとき、仲介料の値切り交渉の中で、お前たちの仕事では、 金を取れなないいのが当たたり前だみたいなね俺の希望した値段で売れないじゃないか。うどん屋に入ってうどんがまずければ代金払わないのは当たり前だろうと。それと同じでお前たちの仕事には金を払わんというようなね、まあ、すごい理屈だなと思ったんですけど、そういう方に会ったことがあります。まあ、さらに、日本で商売する。まあ、日本で商売するっていうかね、一番物を売りやすいのはアマゾンなんで、日本アマゾンを使う場合に、えー、ハンデはさらに続きます。 デリバリバーープロパイダーという判定と。いうこの前までアマゾンの配達員してました。地方から来たばかりでしたが、東京の杉並区泉と同区英福を担当しましたが、ほぼナビ田屋りで配達してたので、時間ばかりが過ぎての日々でした。泉はナビが人の家の上を走るし、携帯で住所を打ち込んで近場まで行ったらナビ終了。やっと見つけてチャ,ンスを鳴らすチャイムを鳴らすと留守が多数ありました。 で、毎日のノルマは達成できず、クビになりました。研修期間にもかかわらず。少しは配達員の苦労も分かってほしいものですと。これはね、あの、デリバリープロパイダーというアマゾンのね、ヤマトと提携が終わっちゃったんで、えー、新たに配達で採用してる会社なんですけど、この配達品質が非常に低いということでね、えー、クレームがついてまして、まあ、それがハンデだと。 いうふうにね、私が動画を作ったら、その動画に元配達員の方がつけてくれたコメントです。また私自身がデリバリープロパイダーを使って思ったこと。時間指定でデリバリープロパイダーが配達するとなっていると、時間通りに来ないと。午前中指定、8時から12時指定で12時半に来るのはいいと。なぜかその日に来ないということがあります。だから待っててもしょうがない。 そしてほぼ一人暮らしの人への配達は再配達になるんだろうなと。ますます配達の荷物が多くなって配達の間に合わないと。ものすごい悪循環。ね、なぜデリバリープロパイダーに時間指定ありの荷物を配達させるのか。日本人は配達品質に非常に厳しいんで遅いと注文キャンセルする人もいます。これは結構きついですね。そういう判でもあるんで日本アマゾンで注意が必要です。なんでそういう状態がほったらかしされているのか。 ということなんですけど、まあ、実は日本市場は魅力がないと。日本市場ってのはあまり旨みがないです。日本は購買力は先進国で最低レベル。そのくせクレームが多い。まあ、今まで見てきたようにね、えー、安くて当たり前。ね、えー、ちゃんとしてて当たり前。で、ちょっとでも気になるとすぐ金払わないと。ね、あるいはタダで当然と考えてる人がいる。まあ、そんな日本、ね、この購買力、25位、世界、 25位です。ちなみにオーストラリアは11位です。もうだから日本はね、世界第3位の経済大国とか言ってみてもね、国民の所得、過処分所得非常に少ないですし、この25位からさらにね、年金だ、介護保険だ、健康保険だ、税金だと引かれて、実質的な所得が多分58位前後だから、 幸福度が58八前後というふうになっています。まあそんな日本での販売に力を入れるより激戦地なが規模の大きなアメリカ市場、あるいは新しい市場であるオーストラリア、またはインドや中国に力を入れるのは当然戦略として正しいと。まあだからアマゾンは、えー、日本には、日本にはもうほぼね、えー、まあこんな言い方下なんですけど、使える人材は投入せず、ね、スキルも金も投入せず、えー、ほったらかしい状態。 だから日本アマゾンは最近偽物も増えてます。まあアップルのエアポッドなんかね、偽物が平気で売られています。まあ日本アマゾン、結構逆風吹いてます。使ってみて使いにくくなってるなという気がしました。そんなわけで、効率よく稼ぐならオーストラリアアマゾンに注力した方がいいです。日本は地獄か天国か。日本人相手にビジネスをするなら日本は地獄。日本で会社に勤めて給料をもらうなら日本は地獄。 しかし、日本で仕入れた商品を輸出するなら、日本は天国。日本に住んでいるなら、オーストラリアアマゾンに参加して稼がないと、大損です。まあ、さらに、日本は世界一の重税国家と、ね。日本人を相手にビジネスをするのは当たり前と。ね、これさっきの話の、えー、解説になりますけど、所得は25位でも、ねえー、世界一重い税金、それを引いて、えー、さらにね、いろいろ年金だ、健康保険だね。 え、ほとんどの国が税金と言って取ってるようなもので、えー、実質税金を引くと、もう非常に日本人の所得は低いということになります。で、それだけ所得が低いにもかかわらず、さらに、ね、えー、所得が低いと。200万円か年収200万以下の人が一番多いと。これはね、もうね、かなり、えー、市場としては、え、魅力がありません。 最低賃金も先進国中最下位です。これね、えー、韓国が日本の下にいたんですけども、抜かれてます。そして、先進国中、えー、最低賃金一番高いのはオーストラリア。さらに、ね、えー、G7 のうち日本だけ、ね、賃下げ2000年から2016年までの16年間で、急、えー、所得が下がっちゃったのは日本だけということです。 ただ、ここで何言ってんだという感じですけど、今の時代に日本に住んでることに感謝と。ここで日本に住んでるあなたに朗報です。アマゾンがあります。世界最強のネットショップで現在も伸び盛りです。しかも、物販未開の地、オーストラリアアマゾンが今年本格稼働します。日本製品は世界中で高く売れます。日本製品には日本メーカーが中国など海外で作った製品も含みます。 アマゾン室は簡単です。仕入れたものを販売して儲かったものを売り続けるだけです。オーストラリアアマゾン室は凡人でも今すぐ始めれば大した努力もせずに稼げます。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン室ニュアル特別モニター募集ページを見てください。どんな商品が高く売れてるのか、その特別モニターっていくらかかってどんなサポートをしてるのか、まあ、そういった情報を公開しているページに行きます。 今これ動画で見てる方はね、動画でここクリックできないんで、動画の説明欄にある URL をクリックして、こちらの特別モニター募集ページを見てください。以上、副業サポーター、堀秀夫でした。